はい、こんにちは。時刻はですね、午後12時半回ったところです。ここ駅の入り口なんですけど、まあここから入っていこうと思うんですけどね。駅の周りちょっと散策しますけど、なんか希望郷岩手って書いてますけど、ここはですね、山田線ですね。岩手県山田線の松草駅に今から行くところなんですけど、車あってた、権現滝入り口っていうのもあるんですけど、まあとりあえずあっちにも集落があるんで、まあとりあえずね、ここから上に入っていくと思います。子供がだはい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 、こんにちは、こんにちは。というわけで、まあ上がっていきましょう。うわ、え？で、駅のですね、入り口、こう登っていくと、こう、駅があるんです。なんだ？駅が、登っていくと、松草駅があるんですけれどもね。で、こっち側行くと、また民家があるんで、で、松草ということでね、これ駅舎なんですけど、どうやら建て替えたようなんですよね、駅舎が。新しい駅舎なんで、前よりも新しい駅舎になってるんで、で、ちょっと、君、中行くって、中行くけどさ。はいはいはい。はい、ちょっと入ってくれるかな。うん。はい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 。君は一体、時刻表なんですけれどもね、山田線ですね。ということで、上りの盛岡方面が6時25分の後、11時31分、19時39分ということで、1日3本しかありません。しかも、宮古方面、下りが朝ないんですね。6時46分の次、終電が20時54分ということで、1日2本しかないので、始発が6時46分って、めちゃめちゃ本数が少ないと。いうことで、で、料金表がね、盛岡860円ですね。盛岡860円で、宮古が1170円なんで、まあ、宮古までもうちょっとあるんです。まあ、平津戸までね、次行こうかなと思ってるんですけど、なぜ本数が少ないので、ね、まあ、困ったというような感じですね。ただ、駅舎新しいですね。これやっぱ建て替えたようで、ここベンチがあってね、駅寝もできるような駅舎ですね。まあ、当駅に関する連絡先っていうことで、まあ、出てますけど、こっち行くとね、駅に出られるんで、ということで出てますんでね。で、こっちが、下りなんで、宮古方面ですね、宮古方面。で、こっちが、盛岡方面、ということになりますね。で、駅の前なんですけど、なんかね、どうやら高速道路みたいな新しい道路を作ってるようで、今日、11月9日土曜日なんですけれども、ちょっと工事現場のおっさんたちがいます。で、多分ここに新しい道路を作ってると思うんですけど、ここの新しい道路ができたらかなり秘境感はなくなってしまうんじゃないかな、この駅はって感じですね。ただ本数が少ないので、まあ秘境感っていう列車到達難易度としては高いですけど、そこの道路ができてしまって高速道路みたいな国道みたいなのができてしまうと秘境感がなくなるなっていうのが私の感想ですけどね。松草駅ということで、右区境、左平津戸ということで、区境に次に昔、大志田朝岸っていう駅があったんですけどね、山田線。大志田朝岸は廃駅になってますが、まあ私のね、昔の動画では残ってます。かなり古い動画なんですけど、大志田朝岸撮ってます。夏に来てます。今日は11月にまた、今日平津戸松草ということで、山田線にチャレンジしてますけど。まあ、ここの駅はこんな感じで、ただここの待合室は新しくなったんで、綺麗です。虫の死骸は多いですけど、まあ、駅舎としてはいいんじゃないですか。こういう感じで、なかなか。いいと思いますけど。この子は、まあいいや。まあまあ、まあいいでしょう。あとで、まあまあまあ、探検って感じですね。ちなみに私の息子ではないですからね。私は子供いませんからね。ちょっと若干映ってくる。まあいいや。っていう感じで、駅の前は、こういう民家がある感じで、で、集落何軒かあって、まあ、こっからまた駅のホームに行ける感じですけど、駅周りまあ、こういう感じで、さっきの向こう行くと階段から降りれるわけですね。以上ですね。松草駅でございました。